2016ユーキャン新語・流行語トップ10。盛り土。今年の流行語大賞が先ほど発表され、ベスト10には豊洲市場の土壌汚染対策盛り土が選ばれました。そして何度いただいても嬉しいです。昨日のベストドレッサー賞は小池知事を選出。都政が脚光を浴びた今年を象徴する結果となりました。これから新語・流行語大賞がこちらのステージで発表されます。一体どの言葉に決まるのでしょうか。新語・流行語大賞はジャーナリストや作家らが選考委員となり、今年世間で話題となった言葉を選ぶものです。年間大賞に選ばれたのは、広島カープの尾形監督が鈴木誠也選手の神がかった活躍を表現した言葉、神ってるでした。そうですね、なんかあれよあれよと、なんか良かったなと思いましたけど、はい、神ってるですね。その他ベスト10には都政関連のあの言葉が。すべてが盛り土がされていると、入れ替えた上で盛り土がされているというのはそれは正しくないということでありまして、ここで訂正をまずさせていただきたいと。9月、小池知事は豊洲市場の主な施設の地下に土壌汚染対策としての盛り土がされていなかったことを発表しました。小池さんになってやっぱりみんな皆さんが興味を持っているのかなと思っていて、なんかだからこういう言葉が流行語になるのかなと思います。このほか30の流行語候補には小池知事が提唱する都民ファーストが選ばれました。一方、小池知事は昨日にも。政治部門受賞は小池百合子さんです。ファッションなどを通して多くの人に支持された著名人に贈られるベストドレッサー賞の今年の政治部門に小池知事が選ばれました。必ず着回しがポイントですね。順列組み合わせで何通りでもできるようにします。受賞の理由は、ファッションで使命感と信念を表現し器用に着こなしているという点でした。流行語大賞にベストドレッサー賞と何かと都政が注目された2016年、年内にはオリンピックバレーボール会場の決定も控え、まだまだ話題が続きそうです。